勝負乱客スルリと捨てた。いやスルッといきましたね。2000名ドラゴンただきバーサスグッサン。それで投げが間に合ったか。7個目クリアガード。このゲーム硬直中投げ抜けできるんですけど、前転中だけは投げ抜けできないですよね。ですね。投げ抜けこすってましたからね、98の頃は。98もできないですよ。いやでもやかん、98の頃はできたんですよ。え、嘘。無印です。できたっけ。はい、確か無印の頃は。96の頃はできたんですよね。97まででしたっけ。いやどうやろう、前転投げ抜きあった。まあそうこうしてるうちに昇竜で返して、まだ虫の池、まだ虫の池、あーあんよ飛んだ。しょうがなかったか。まずは先制タキドラゴン叩き。いいし中堅チンゲンサイワンヒットから、まあまあドラゴンタクは投げ暴れしてドラッグマンゴーデーリッチ。おっとドラゴンもう一回やる。なあまたミスる。はいよ一回トリプルアップ。グッサン悶絶。名前悪いんじゃないですかねこれ。ドラゴン叩き、グッサン悶絶、ドラゴンダンス、そういうか、うまいこと言え。ユリかわいい。大将ユリ鬼焼きガーケで返して押し込んでいく。詐欺から2回ガードゲージ削れ、しかしアッパータイク。勝利はガード、まあ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 、昇乱客まで、昇乱客じゃないです、百裂ビンタまで。このカラーのユリがねまたねかわいいんですよね。さて空手 VS ユリ、まあ、親子クリアしっかりがしてる。あれは対空取れないんですよね。いや一応対策あるんですけどね。なるほど、わからん。めくり表落ち、あ休め、しかし発動を落としてしまうがダブルアップ、やり返した。トリプルアップのお返しにダブルアップ。さあゲージを使って残るがここ、さあガードは固い。遠心、うまい。いやここで100機入れていたが、さあゲージ状況的にはタキさん大幅有利だが、大将はイオリ、何があるかわからないな。ユリオリから中断、いやー4ゲージあるんで意識向いた瞬間も、はいマックスキャンセル、ズビャー勝ったのはドラゴン叩き、ズビャさてドラゴン叩きさんが勝利。ではルーザーズファイナルですね。ルーザーズファイナル、ドラゴン叩きさんとウーさんの試合ですね。
さあ KF もあと2試合ですかね。さあもうこのチャットがね完全に英語祭りでですね。エボー、ツードロップ、モータルコンバット9&インジャスティス4。猛攻、今の猛攻どんなゲームなんですか。いつと比べて、最初の方と比べてです。絵が綺麗になった。なるほどいい表現しますね、ルーザーズファイナル、ウーバーサスドラゴン叩き。初手は両バーサス強、大将タクマですね。ここは全然投げてめくっていく、わからん。NC、 NC じゃないんですよね、両は NC なんですね。奈落からワンコン返す。さてラインが上がって、この状況抑え込む、きっちり飛ばして落とす。ここまではタキリード、奈落ガード、ガードを固める。ここで ND じゃねえや、まあ、D ですね。 D ですね。さあちょっと早すぎたが奈落で落として、ダヤシ、あーよし。さあ小足が通るがちょっと見出しを見せてしまう。中段ガードいいですね、集中してます。うおー、噛み合わせましたね。 EX 光源に EX 毒神、この毒神が荒神でキャンセルできるのめっちゃかっこいいですね。 EX ならではの中継キム、出し壊し通して、鬼焼き。今のは投げ総裁ですね。はいはいはい、このゲーム投げが同時になると投げが出ないんで。なるほど、練り焼きガード。しかし大悟はジャンプし、さあほぼ五分というかもう完全五分ですね。ゲージ状況も、ね、体力も、体力は1割9割。中堅はドラゴン叩き、ミスター空手、一旦離れる。しかしそこにぶっ飛ばしスケボンが爆生、これは裏。さあ三ゲージ発動攻ですね。さあ若干残るか、残る、ミリ残った。だが5番一発、あーマジかっこいい。ドラゴン叩き、大将はイオリ。しかしもちろんゲージはモリモリなんで、サッとしてパッとしてスッていけば、ここは一本積み行く。やべ、下げったが、ちょっと休めか。全然拒否って勝利、ヤオトメ勢いからの下げ飛び、エディヤバレがと休め、ヤオトメさんがやいで死ぬ。さあエンディの後しゃがみ B と A をずらし押ししてるんですよ。はいはいはい、辻式みたいなあれですな。いや辻式とは全然違うんですけど、全然違うんですね。はい、まあ、B でも A でもつながるんで、はいはいはい、どっちか出ろっていう。なるほど、あーっと発動出なかったか。1ゲージだったので温存したのも考えられますが、なるほど、ちょっと迷ったんでしょうかね。ガキャン勝利、小足からこれも迷いか、発動、うわー補正切って、駒投げ指導発動コン。いやーもったいなかったな今のは。あやがつきましたね。先制はウー。キャラは変えず、さて2本目、ウーバーサスドラゴン叩き。
ジャンプ飛ばし先にライン上げな、ドラゴン叩きだが、ここはガード、その間にラインが返ってきた。 D からキエンシップ、ドライブ使って橋まで、西バックス、こっからか勝利、出し投げ通る、タクルない、出しこし、おっとボアスですね。いやまあ削り狙いですね、削り狙いやったんですが、まあ飛びと掴み合って、ああなるほど、削り狙いと飛び、なるほど、上アテミ中継から手に、まずはアテミから後継も取るんですよね、あれ。そうですね、めくっていった、あーっとリオグラム出ない、迷ったんでしょうかね、体力見て。さてドラゴン叩き、ちょっと迷いが見えるか、おいしい、昇竜飛燕リオグラム、量あるあるですね、前転見て壊しやろうとしたらこう下受けが出てしまって、なるほど、中継はキム、ぶっ飛ばして半月はガード、昇竜めぐりはガードした、だが EX 半月、おっと休めか、半月の当て方が巧み、ガードさし有利っぽいフレーム、やったか、暴発、さあしっかり発動コン決めて、ああこれはゲージ温存で殺せるルート、前転が化けた、さあこれはかなりタキさん有利だが、大将はタクマ、しかも4ゲージあるんで、まあワンコン分断にしちゃっていけるんで、いっぱいできたい、盾が2本以上持ってる時のマックスランブの抑止力がやばいので、コマ投げ、リバサコマ投げ、いえいえ、リュークランブはね、これはもう1回ゲージを使うコンボで殺す、そんな狙いですね、ドライブがあれば即死コンボまでいけるので、はい、暴れ潰し、でもおお安い、あお、ジャクジャクランブ、しかしあくまで温存する形、バックステリー壊しレンダー、さてこれで試合が分からない、ね、これ死ぬんですよね、まあ指導次第ですけど、指導次第、ゲージ的にはちょっと足りない、さて2本ジャンディめくり繋がらない、さらにガーキャン使って、うわー、いや通った、まあ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 、マックスまでです、タキさんが取り返し11、リスタートを選択していく、キャラ変更はなし、3戦目ウーバーサスドラゴン叩き、タキ少年は同じくリョーバーサスウラキョウネスキョウ D 貢献返して、ここはショージャンプ奈落裏から拒否っていく、下受け大足エンディート当てていってるな、叩きドラゴン叩き、ここで止めながらめくりで入れ替える、あまり潰しタイミングを遅らせていったか、奈落裏からこれは逆勝利、きれいに返すガクラ、ちょっと迷ったところだったがきっちり殺しきっていった先生ウー、まあ中堅はいつもの空手です。
まあ後継の打ち合いしても勝てないんで様子見様子見でラインを上げていく。ジャンディ、ジャンディ、ここで EX 上受け、すげえ。空中の技を取った時ってなかなか EX 水平入らないですけどね。へえ。これで体力はほぼ5分。めぐりガード、めぐりガード、これはガーキャンめんどくせえと。ぶっ飛ばしからジャーディー、めくりガードする、ね、暴れ潰しに対してだったが、ここは勝利で終わった。今のもうガークラ目前だったんで、まあ打つしかない昇竜だったんですが、見事に当てていきましたね。これで中堅戦、まあまあドライブ1ゲージ使っての中堅戦なんで、ご覧のありさまです。ゲージ状況、中堅はキメ、ジャブシーからジャンベ通す、ここはまあドライブ使い切って殺すと。キエンザまで殺しきれない。まあだがダイヤシまで、まあ、これで試合の中でゲージを貯めつチャンスがあれば発動コン。なるほど。大将はイオリタキ、ゲージが1本しかない。勝利上 MB の中ジャン形成、さらに半月弾置いてある。まあ、ただ空手ほどタクマがゲージ持ってでもその守りは強くならないので、なるほど、ここで体力減らさず勝てばいけるってことですね。そうですね、いけるチャンスはあるんですが、まあ体力リードを先に取ったのは、ね、これは半月、あーっと今のは飛燕スパキャンをやろうとしてちょっと飛燕が遅れました、ね、なるほど、あれ謝った。しかしぶっ飛ばしまで、さあまあひどい試合でしたが、最後は勝ったのはウー飛燕スパキャン。なるほど、空中砲撃の方が早いんですか。何がですか。え、飛燕スパキャンということは、いや飛燕からあの飛天脚でスパキャンするんですよ。あ、なるほど、はい、でそこからコンボを伸ばせるんで、っていう話ですね。はいはい、5時半、あ、4時半、店フード、フード、あ、フードのラストオーダーなんで、注文ある方はもう今で5時にドリンクラストらしいです。注文ある方は今のうちに、はい、注文ある方今のうちにお願いします。さてでは行きましょう、 KOF のグランドファイナル、え、ファイナル、グランドファイナル、ウーバーサス三毛店長。三毛店長、店長がウィーナーズ側で待ち構えている今日のゲーム13クライマックス、ウーバーサー三毛店長。まずは1戦目、今のメインチーム当てていったビッグザブナイト14キングオフファイターズクライ13クライマックス、グランドファイナルはウーバーサー三毛店長、ルーザーズから上がっていったウー、そしてウィーナーズで待っている三毛店長。先方がアテナ VS 空手ですが、エディ、いや聞いてやばれ。じゃあこれは球の処理の仕方が非常に難しい、どうやって立ち回りを作るかですよね。ぶっ飛ばして、まあ寄せれば問題ある場合なのか、ゲージを吐いた巨器も念頭に入れながら様子見している。うまい、奥田底足から昇竜、昇竜、飛燕法をラムまでしっかり決めて、まずはアテナを処理していった。理想的な勝ち方ですね、これは。いやー、さっきの空手かぶせ効いてますね。
俺の空手強えなみたいな。あれはまあネタみたいなもんで、ね、ウーの空手とか。